再開します。議席1番与那覇則夫議員が所要のため、そして議席11番津和子菊英議員が例月水頭検査のため午後の欠席の申し出が出ております。これより認定第1号平成28年度読谷村一般会計歳入歳出決算認定について質疑を行います。まず歳入について一括で質疑を行います。議席13番上地栄議員、1点だけお願いします。ページ22ページであります地方交付税ですね。先ほど部長からの説明もございましたが、普通交付税はマイナスであるわけだが、特別交付税がですね、1億6741万7000円ということで、去年が1億4382万5000円ですから、2359万2000円の増になっているわけですね。通常、特別交付税というのは、当該地に災害とか、あるいはまた特別な財政需要がある場合にですね、考慮して、この交付税総額の 6% が特効で財源としてあるわけですが、その特効で、賄うというふうなことがあるわけだが、なぜこの約2300万余りですね、増えているのか、その背景についてお伺いします。古源守総務課長。はい、地方交付税についてですけれども、地方交付税は普通交付税と、先ほどおっしゃいました特別交付税ですね、ございます。普通交付税は村税の増に伴って、基準財政収入額が増となったために781万1000円の減となっています。で、特別交付税については一括交付金事業に対する負担分として措置されている、経費の算定額が増になったことで、地方交付税として全体としては1578万1000円の増額となっております。上地栄議員。課長、あれですか、これ一括交付金の場合は2割負担ということで、あと1割は基本的に当該地の負担になるわけだが、あとの1割は後日、国の措置をするというようなことであるわけですが、その1割分が特効という形で降りてきているという理解でいいんですか。古源守総務課長。はい、その通りでございます。他に質疑ございますか。議席5番山城正規議員。はい、議長、5番。平成28年度一般会計、歳入歳出決算書の審議に入るわけであります。私どもからすると4年任期のうちの4年目、今期4回目の決算ということになるわけです。で、私個人的にすると何回やったかなと数えてみたら32回目の決算であります。決算というのは、次年度につなぐ大切な審議だということで、いつも気をつけて、注視をしてやってるわけですけれども、何回やってもやはり難しいし、よくわからないし、で、本当に執行部の皆さんに、立派な提言をしようとか、何かの提案をしようとかいうふうに思うんだけれども、なかなかできないということがあります。来年は33回目ということになるわけで、一つ頑張りたいなというふうに思います。それで、特に歳入の方のですね、村民税関係で、28年度のこの予算を審議したときにですね、当時の担当者、いろいろ具体的に教えてくれました。特に村民所得ですね、村民所得についてこれまでも注目をしてきたし、で、参考にもさせてもらいました。で、28年度の予算審議の時にですね、村民所得がいくらなっているのかということをお聞きいたしました。そしたら、
まあ、総額352億円というようなことの資料がですね、出ておったわけです。それでこの決算の中でですね、この金額がどういうふうに動いたのかなということで、この村民の総所得、それとその村民のですね、所得のその種類ごと、例えば給与所得者いくらで、いくらで、そして1人当たりいくらなのか、それから営業者所得、それから農業所得、その他譲渡所得、脱所得というふうに、予算の時にこの資料をもらっているんで、この時点で、まとまっているのがあればお知らせしてほしいなと思います。小橋川郁美税務課長。28年度の決算ということですので、課税状況については27年中の収入ということになります。村県民税納税義務者の所得は総額で379億3000万トンで2000円でございます。で、納税義務者、村県民税の納税義務者は1万7181人となっております。1人当たりに換算しますと220万8000円でございます。詳細な内訳ということですので、まず給与所得につきましては272億8321万9000円です。人数が1万1425人。営業等所得者については、失礼しました。営業等所得者については15億5582万1000円。人数が556人です。次に農業所得です。1億トンで277万8000円。人数が55人です。その他の所得者。こちらは60億トンで4268万円、2290人です。続いて譲渡所得です。譲渡所得は13億7295万5000円、人数が134人です。それから公的年金等にかかる雑所得、65歳未満の方が1億6700トンで3万7000円、人数が682人。同じく公的年金等にかかる雑所得、65歳以上の方が14億551万2000円、人数が2039人となっております。以上です。山城正規議員。まあ、基本的に伸びてきたなということが言えると思います。総額が379億円、前年が352億円ですからね、これだけ伸びてきたなと。この伸びはその前の比較に比べても大きいというふうに思います。で、具体的に今挙げていただきましたけれども、その納税者の数が増えてきていると、雑所得の65歳以下が少し減っているなという感じですけど、あとはまあその人数も増えてきているというようなことであります。で、これは明るい希望だなというふうに思いますけれども、そういうふうな所得の伸びというのが読谷村のまあ底力をね、作るものだろうというふうに思うんですよ。この伸び、この移りについて、どのように考えていますか。今後の見通しなども含めてお伺いします。小橋川郁美税務課長。はい、
毎年の申告の状況からいきますと、経済状況は1年遅れではありますが、税の関係に反映されてきているというふうに見ております。それから固定資産につきましては、皆さんご存知のように、国道東側にシナジースクエア等々できておきておりますので、伸びていく要素はまだまだあるというふうに見ております。それと法人税につきましては、同じように事業者増えていくというふうに見ておりますので、営業状況と悪化しなければ伸びていく要因になっているというふうに考えております。以上です。山城正規議員。はい、一つそこはですね、大事なところなんで、私も今後の推移を見ていきたいなというふうに思います。で次ですが、次は差し押さえの問題ですよね。この差し押さえの体制作って、かなりいろんなその手を打ってですね、で担当の皆さんも一生懸命頑張ってきているということで、これ予算の時に聞いたその件数が221件でした。まあ、前年度のこれは実績だと思うけども、で皆さんの資料では今回平成28年度411件というふうになっています。数として増えたなというふうに思うんですが、その実績ですね、411件で金額はいくらになるのか、でその中で自主的に納付された皆さん、これが予算の時の話では67件で977万円で、取り立てが280件で2515万16万というような数を聞いています。これがどのように推移しているのか、まずトータルの件数とその金額、それから自主納付取り立ての部分ですね、この3件に分けてお願いします。しばらく休憩いたします。再開いたします。小橋川郁美税務課長。はい、28年度の実績でお答えをいたします。差し押さえをした総数が411件、この金額が3721万2714円です。このうち自主納付になったものが92件、1444万4857円です。取り立てになったものが444件、2293万9780円となっております。この取り立てについては前の年または前の前の年から継続して差し押さえしているものがありますので、足し算しても今回差し押さえした額金額と、件数にはなりません。以上です。山城正規議員。はい、部長、まあトータルとして、411件で、3921万円で、前年が221件で3043万円ということで、まあ、この数の違いね、件数は倍近いけれども、金額としては、まあ、横ばいということ、まあ、一概にね、どういう事態なのかということは、それはいろんな対応があるから言えないかなと思うんですけれども、ただ、件数がかなり増えたのに、この金額であったということについて、あるいは、その自主納付、これも件数増えているんですよね、67件から92件に、そしてこれは金額1444万増えていますね、977万から、から取り立てた部分についても280件から444件で、
2,598万ということであります。これはまあ単純に頑張ったからどう庶民の方がいろいろこだわっているからとかいう対応だけではね、数字だけではちょっとその中身は言い表せないところはあるだろうというふうに思うんだけれども、この数の推移、これについてどう思っていらっしゃるのか、まあ中には同じ人もいるかなというふうにも思うし、この数をどう見ればいいのかということについてお答えします。小橋川郁美税務課長。はい、私たち税務課の方で納税の担当というものは98% の皆さんは自主的に納めていただけるんですが、残りの 2% の方が納めていただけないと、まあ税の本質からいきますと、薄く広く皆さんに負担をいただいて、それで私たち読谷村の財政を回していくという部分であります。でどこに向かって仕事をしているかというと、この 2% の皆さんが有料な納税者になっていってほしいということで、納税の指導をしながら仕事をしているわけですが、もううまくいかなくて納税につながらない場合には差し押さえに行かざるを得ません。でそういう時にはまあ大きな額からというわけではなくて、その方の財政状況、生活状況、それから納税に対する誠意、そういうものを見ながらまあ接種をしていくわけなんですけれども、あまり大きくない金額についても膨らましてしまってから差し押さえをしては本人にも負担になるということで、近い年度のものについても積極的に差し押さえをしていくという方向に今舵を切っているところであります。以上です。山城正規議員。はい、まあ、この問題まさにこの 2% の問題ね、これは社会のやはり、まあ歪みのというか、あるいはこの経済生活のあるいはその底辺の部分かなと思うし、いろんな問題がはらんでいるだろうというふうに私も見ていまして、単純には評価できるんだろうというふうにも思っています。ただこの数字を出していただいてね、これは参考にしてまあいろいろ考えてみたいなと思います。で22ページの方でお伺いします。22ページの方のその9巻1項1目、国有提供施設等の所在市町村助成金、助成交付金、この件についてです。まあ、この件については、米軍基地内のその施設、土地に関わる固定資産だというふうに思っています。で、それについて、土地の面積や あるいは建物の面積、このことについては立ち入り調査もできないというようなことでありました。で今日の昨日ですね、県知事は、まあ、そういう基地内の立ち入りの話も申し入れもしているようですけれども、相変わらず難しいのかなと思うんだが、結局決算の時点でもこの基地内の土地建物のこの面積というものは把握できなかったということなんでしょうか。古源守総務課長。はい、これは議員おっしゃる通りですね、米軍資産の台帳とか評価内容とかですね、調整交付金の配分内容、配分方法とかは明らかにされておりませんので、まあ、現状で数値を比較する把握するのは難しいところでございます。山城正規議員。いや、これは、まあ、そういう決算を審議する立場からするとやはり不透明な部分で問題だなというふうに思うわけですよね。いくら地位協定があるからというようなことでね、こんなふうにやられてきた配送ですかというわけにはいかんわけですよ。だから、まあ、一つの方法として、交付されてくる交付金、この金額は分かるわけだから、この金額からどの辺の土地ということで地目を出して、そして、まあ、軍用地料などはいろいろ単価も出てるわけだから、そういう逆算をしながらですね、この基地の中の建物、面積というものはね、そんで独自で、これは計算できるものかなと
というふうに思うんですけど、いかがでしょうか。古源守総務課長。はい、増額になった内容のある程度の想定などはできるんですけれども、現地に立ち入って調査とかですね、そういったことは今できないという状況であります。山城正規議員。一つですね、そんなに面積や、その基地の中の建物土地の面積がそんなに狂いはないだろうと、攻撃もそんなに問題にはならんだろうと、ほぼ正確だろうというようなことが今議論はなってきていると思うんですけれども、これについては質疑問題だなと、その県や国の動きもありますからね、私どももご注意して見ておきたいなというふうに思います。で、次進みます。そこの12巻の地方交付税、これについてです。で、今年度はこれは前年度に比較してアップしたということであります。で、これまで3年間ほぼ減額になっていたと、この地方交付税については自主財源が増えていくとこれは減らされていくというそのことがあるんだというふうになっていたと思うんですよね。で、ここでこれがその増額になってきているということを皆さんは分析していますか。それはなぜですか。古源守総務課長。先ほどの質問にもお答えしましたけれども、普通交付税については損税のアップによって、781万1000円の減となりましたけれども、特別交付税が上がったと、2300万余りですね。で、差し引きで、地方交付税としては1578万1000円の増額になってますけれども、理由としては先ほどの一括交付金の負担分として、それが措置されたということで考えております。山城正規議員。そうすると、普通交付税はそのまま減額が続いているという意味では、これは前年の波に、この実施財源が増えてきているから、この普通交付税は減らされている傾向はそのままなんだというふうに理解していいわけですね。はい、次進みます。24-25ページ。で、そこの下の方から15巻、1項2目、民生使用料で、2節、児童福祉使用料、そこの村立保育所の使用料が、これが減額になっています。予算が3500万。あまり入ってくるということでしたが、3100万余りになってますね。そこについてのご説明を求めたいと思います。大城真由美子ども未来課長。ご質問の件なんですけれども、これ村立保育所の使用料、これは村立保育所に通っていらっしゃるお子さんの保育料のことを言っております。で、3保育園ございまして、で、3000万余りの、歳入がございますが、昨年に比べて若干ちょっと少なくなっております。それはなぜかと申しますと、制度が変わりましてですね、多子軽減措置っていうのが、平成28年度、実施されましたので、それで、若干保育料のですね、減免がの方々が増えて、それで歳入に関しては少なくなっております。山城正規議員。じゃあその下の方でいきます。
保健衛生使用料、ここで健康増進センターの使用料というのがございます。これはまあ予算で1900万円で、決算で2000万ということで増額になっていますが、この使用料が例のその職員が着服したということの使用料であるのか、お伺いします。付着武志健康推進課長。はい、ここでいう健康増進センター使用料は、はい、議員おっしゃる通りその使用料でございます。山城正規議員。はい、まあ、決算書を探してみると、まあ、こっちかなということで見てるもんで、でそうすると今回の着服事件というのが平成27年から28年、そして29年、今年度まで関わるかなというふうに私はまあ思っているんです。でそうすると27年度は全く気づかないでそのまま素通りをしてしまったと。で28年度については29年度に気づいたというような説明を受けているわけです。でそうすると今回のこの28年度の決算にはそのことについて関わっているだろうと思うんですけれども、まあ着服してから返済したのかどうなのか、金額的にはこれは動いてないのかなというふうにも思うんですけれども、その辺のその経過についてご説明ください。付着武志健康推進課長。はい、28年度の決算に、まあ、今ご審議いただいているところなんですけれども、まあ、増進センターの件にですねついて確認気づいたのがですね、まあ、決算締める、まあ、段階といいますか、5月締めて、それに向けての資料作成ですね6月に入ってからということになっております。で、まあ、そこで、まあ、不明金が発生してきましたんで、28年度がまあどれぐらいなのかで、27もあったのかどうなのかで、それと今現在29まで関わっているのかどうなのかっていうのも含めてですね調べてきました。で28年度の決算に関しましては今出ている決算のこの数字ですね、2000万余りの収入ありますけれども、これは抜かれた後の影響した後の額ということになっております。山城正規議員。はい、そうすると、まあ、抜かれた金額も皆さんはこれは把握しているわけですよね。これいくらですか。付着武志健康推進課長。はい、平成28年度のですね、不明金ですねということで、211万1019円でございます。山城正規議員。そうすると211万余りについてはこの2000万余りのものにこれに含まれてないというふうに先ほど説明なさいましたですよね。でこれについてはそうすると職員から実際に返済もされてないというふうに理解していいんでしょうか。付着武志健康推進課長。はい、まあ、この件に関してはですね28年度のみならず、今警察の方に、調査をしてもらっている段階ですので、まだこの額が、まあ、私たちの方としては、まあ、不明金というふうに挙げてございますけれども、まあ、被害額に相当する額なのかどうなのかというのは今警察の方で調べていますので、まだ弁済の方は求めていないところでございます。山城正規議員。はい、
じゃあそうするとこのまあ金額については後でまあ動く可能性があるというふうに見ておきたいと思います。で次進みます。27ページの方で、聞かせてください。27ページの方の7目教育使用料の中の2ですね。社会教育使用料で、座喜味上司の使用料が計上されています。予算では2万円でしたけれども、この6万円に増額しているということで、まあ、3倍化ということで、これは座喜味上司でのいろいろ活動のことだと思います。まあ、金額はそんなに大きくないけれども、かなり伸びているもんだから、その何かの新しい動きがあったのかどうか教えてください。前田利光教育次長。はい、ここ最近のディーガルウェディングがかなり数が本村を訪れて、取り行われておりますが、その方の座喜味上司を使用しての使用料、撮影使用料ですね、その方の増額でございます。山城正規議員。件数も分かりますか。前田利光教育次長。はい、私どもも件数何件というのをまだ把握しておりませんで、ただおっしゃったように、3倍近くなっているということでございます。山城正規議員。はい、まあ、これは新しい動きとして、私どももウォーキングしながら時折そういうカップルを、ね、見ることがあります。一つ数の方も把握していただきたいなと思います。であと29ページの方で、手数料、総務手数料、戸籍住民基本台帳手数料の中の通知カード再交付手数料との関係ですね。これで、まあ、予算の時に、いくらか聞いております。その実績がどうなったのかという話を聞きたいなと思います。で、あの時には通知カード交付が1万5410枚でした。で、それで、そのこれを受けた方が3874名、通知を受け取った方ですね。で、それが受け取らない方が1536名残っているという説明でした。それから個人番号カード、カード申請したのが550人で、受け取った方が176人、で、残の方が1400万という数でした。これがどういうふうに変わったのかということを聞きたいんです。で、皆さんの資料では通知カードを受け取った皆さんが1413件というのは資料に出ています。から個人番号カード、これも受け取った人は1460名になっているというふうな資料が出ていますので、その他の数字を教えていただきたいと思います。しばらく休憩いたします。再開いたします。比嘉力子住民年金課長。はい、お答えいたします。個人番号カードの方ですね、3月末、平成28年度3月末の時点で、4万1283人に対して2603人で、率は 6.3% となっております。
交付数の方は、1406で 3.4% となっております。あ、すみません、交付数の方は、2452名で、5.9% となっています。前年度より 2.5% アップしております。以上です。山城正規議員。はい、結局、まあ、個人番号カードを持っているのはまだ 3.4% ということですよね。まあ、その数字をぜひ欲しかったということであります。進みます。33ページの方の下から、まあ、2段目、臨時福祉給付金、給付事業補助金、この方が4300万円で、これは低所得者の皆さんに3000円ずつをお配りするという国の制度でした。で、3000円ずつを12370人に該当者がいらっしゃるからそこに配るという予定でした。で、それが結局予算と比べてみると減額になっているわけだから、実際12370人に行ったかどうか、ここを気になっているわけです。だから、このその給付された人数ですね、パーセント、これをお伺いしたいと思います。千葉奈忠志福祉課長。はい、ありました、ただいまありました臨時福祉給付金、お一人当たり3000円との給付金 なんですけど、率で、約 75% の、執行といいましょうか、交付といいましょうか、その率になっております。山城正規議員。はい、そうすると、まあ、あと 25% の方がいただいてないということになるわけですよね。そうすると年度ももう変わっているわけだから、この 25% についてどうするのかなというふうに気がかりなんですけれども、その問題はどう対策していますか。千葉奈忠志福祉課長。はい、この、給付金につきましては、継続ということではなくてですね、28年度、の国の、事業でございましたので、まあ、現在はもう、締めまして、まあ、追加交付といいましょうか、継続といいましょうか、そういった部分ではございません。また、はい、そういうことになっています。山城正規議員。ただこれは金額も減らされてきて、平成26年からやってる事業なんですよね。で、平成26年が1億8000万の支給であったわけです。それがどんどん減らされてきてね、導入したときには鳴り物入りでやったのに、まあ、1億8000万あったのが4300万までという形になってきているわけですよ。しかしこれは対象者からするとね、本当にありがたい必要なその事業だろうというふうに思うんだが、これからすると29年度も行くだろうというふうに私なんか思ってたんですけれど、その可能性はないんですか。千葉奈忠志副士課長。はい、29年度は、臨時福祉給付金でもその制度の内容といいましょうか、その方が、経済対策分という名称で、また、また大方対象者は一緒なんですけど、まあ、金額の方にして、1人当たり1万5000円ということで、国の方がまた、一部制度を、まあ、金額とも変えましてですね、今現在取り組んで、まあ、去った、まあ、今年度についてもですね、もう締め切ってはいるんですけど、とりわけ、28年度は28年度の事業、29年度は29年度、まあ、29年度というのは28年度の繰り越し事業ではあったんですけど、そういった形で、その給付金は、まあ、続いてますけど、その単年度単年度で区切った形での、交付という形になっております。山城正規議員。
まあ、本当にね、そういう底辺の部分をに対する温かい手立てするんであるならば、徹底してやってほしいなというふうに思います。で、43ページの方でお伺いします。ここに、村有地の売り払い収入が あります。1億112万余りですね。一番上の方です。43ページ。で、これも資料が出ていまして、その中から特に分かりにくいところがあるもんだから、読谷高校の方の土地も県の方に売却したようです。この読谷高校についてまず面積がいくらで、それでもう何パーセント残っているのかお伺いします。で、あとその他というのがあって、その他というのがあって、その他というのが 864.29 平米、土地が減ってるわけだから、これは売却したんだろうなというふうに思われます。これは監査の報告書の24ページですね。そこの方にある資料です。その中からその他の部分が分からないもんだから、ご説明をお願いいたします。古源守総務課長。はい、お答えします。読谷高校の、一筆ですね。残りは、一筆となっていて955平方メートルです。で、今回購入した面積が、すいません、売却ですね。ちょっとお待ちくださいね。しばらく休憩いたします。再開いたします。古源守総務課長。はい、すいません。読谷高校の用地、売却した、用地が2筆ございまして、1筆は1378平方メートルですね。で、1筆は300平方メートルです。で、残りは995平方メートルの1筆です。そして、その他というのがですね、あと、大木公園用地の一部売り払いと、村道親品三平線の、一部売り払いがございます。山城正規議員。はい、この読谷高校用地についてはもう長い間ね、時間が経過していて、まだこれで決着ついてないのかなというふうに思うんですけれども、あと一筆ということだから、これはもう今日にも明日にもできるだろうと思うんですけれども、見通しはどうですか。999平米。古源守総務課長。はい、これは県の方のですね、予算的なこともありまして、毎年要請を出しておりまして、まあ、予算にかかるものですので、まあ、いつというのはちょっと分からないですけれども、要請はずっとしているところでございます。山城正規議員。一つ鋭意努力をしていただきたいなと思います。で、あと43ページのそこのですね、下の方、ふるさとづくり寄付金が3882万円、もう目ん玉が飛び出すぐらい増えたなというふうに思っています。まあ、予算の3倍かということになるわけですね。それでその件数ですね、件数が何件増えたのか、そして寄付のうち、まあ、最高額といいましょうか、最高額はいくらであったのか、2点教えてください。荒垣和夫企画政策課長。はい、お答えいたします。
28年度中のですね、ふるさとづくり寄付金、合計で1397件で、こちらにある寄付金額3882万6184円でございました。まあ、最高額についてはですね、大変申し訳ございません。今ちょっと資料が手元にありませんが、ホームページ等で、公表してございますが、まあ、200万円だったか250万円だったか、最高は、それぐらいだったと記憶しております。山城正規議員。はい、それであとその内訳の方のこの用途ですね。まあ、一番多かったのはその使いたいものに使ってということが一番多かっただろうというふうに思うんだけども、その次に、特に目的を定めたその寄付金として一番多かったのは何でしょうか。荒垣和夫企画政策課長。はい、お答えいたします。3800万円のうちですね、まあ、特に多かったものが、自然と調和した村づくりを推進するための事業、こちらに、870万円余りの寄付で、ございました。次いで、自治と平和の共同村づくりを推進する事業、こちらが520万円余りの寄付でございました。以上です。参議について他に質疑ございませんか。議席15番長浜宗則議員。はい、今回ですね、特に今回自主断言の伴う、村民税についての確認でございます。まあ、自治体のうち が 40.65%、そのうちに、村民税が占める割合が 23.2% と、で徴収率が今 94.9% ことに報告がありました。まあ、部長も先ほど、答弁したように、やはり自治体権をどんどん増やしていかないといけないということで、税収率をどっと上げていくということで聞いております。でこの今回の決算を見ると、まあ、減量分も増えてますけれども、かなり、繰り越し滞納分を、回収していると、これ、いろんな形で、職員の努力もあったかと思いますけれども、こういう形でですね、この 1.1% のポイント伸びた分の、こういう頑張った要因ですね、どういう形で、増やしてきたかということであると、同時に 94.9% が県平均にいってるかどうかですね、その2点、一つお願いします。小橋川郁美税務課長。はい、徴収率の件とそれから県の徴収率に届いているのかどうかという話ですが、徴収率を上げるにあたっては自分たちはこの、まあ、毎日の納税折衝の中から仕事を進めていくわけですけれども、具体的な取り組みとしてですね、新規の滞納発生を抑制することが一番効果的であるというふうに見ています。早期に納税指導につないでいく、納付をしてもらうということをやっております。で先ほどお話ししましたが、減年分については 98% の徴収率ということになっております。で滞納整理についても早期に着手をすると、まあ、繰り返しになりますけれども、長いこと放置はしない、早め早めに、折衝をして、まあ、納めていただく、そうでない場合はもう差し押さえをしてというふうな手段も取っていくということでございます。で滞納繰り越しの、まあ、圧縮ですが、まあ、日常的に指導員が臨時訪問をしております。お二人いまして、昼の間は、まあ、役場の方で資料整理をして、それから住民の皆さんのお家に、まあ、指導に行くというふうなことをやっております。あとは納期を過ぎたものについて納めていただけない方で、現年度分ですと、まあ、電話で催告をして納めていただくというふうな取り組みをしております。で滞納処分については、まあ、債権の差し押さえということで、
預貯金、給与、年金、それから太陽光発電の売電の部分ですとか、あとは自動販売機の売上分とか、そういうものについても差し押さえを執行しております。タイヤロックですね、今年最初にお話ししたときには、まあ、月に1回というお話をしたんですが、まあ、現状を見ていきますと月に2回程度でということで、これは小座県税事務所の職員と、まあ、相互編にもしておりますので、タイアップしながら取り組みをしているところです。それから不動産購買ですが、今年3回目になっております。毎回あの購買予告ということで、広告出しておりまして、3年連続購買予告やっております。で、今年についてはあの購買予告の物件が農地でしたので、買い受けて企画の方が出てこなかったということで執行はありませんでした。徴収率についてですが、28年度の県の平均が 96.2% です。で、読谷村は23位、まだ平均には届いていないというのが現状であります。ただあのどの市町村も徴収努力をしていて、同じようにあの前の年と比べるとポイントを上げてきているという部分がある中、去年は24位、今年は23位1上がっております。以上です。長浜宗則議員。はい、所得税、村民税は、まあ、所得があれば、まあ、現年度増えてきます。で、ただあの気になったのは固定資産ですよね。これ所得と関係なくて毎年定額で一応、来るわけですけども、やはりその中に、住民としては、病気になったり、あるいは失業したりということで、かなり、払えなくなっている人たちも多いんじゃないかなという気がするんですけども、そういう方たちへの資源助業で指導ですね、でどういう形で再生に、まあ、あのよくあげる差し押さえといきますけれども、そういうプロセスですね、どういう形で、まあ、通達なんかやした、その後何もしないからもう購買できるとかね、こういうプロセスを少し流れを教えていただけませんか。小橋川郁美税務課長。差し押さえまでのプロセスということでご説明をいたします。まず一番最初に納税通知書を発送します。そして納期が来ます。納めていただけなかった場合には20日以内に督促状を発送します。納税通知書以外にまず1回目督促状が来ます。で、督促状を発送して10日以内に納めていただけなければ差し押さえができます。でもすぐ差し押さえをするわけではありません。で、催告書というのを送ります。文書でおおむね2回、まあ、差し押さえに至るまでには2回程度は行きます。年間4回催告書を送っておりますので、まあ、この1回目の納期で納めていただかった督促状が行って、納めてください、納めてくださいと催告書2回行きます。まあ、その間に、お家家庭訪問をしてですね、先ほどお話をした納税指導員の方が納付が遅れていますよということでお話もいたします。それでもあの何の反応もない場合というのがあります。その時は今度は差し押さえ予告通知書というのを送ります。大体この段階になって、お話来ていただく方が大半です。8割ぐらいはそれまでにはお話ししに来てくださいます。それでも、まあ、接触もできない、そうしますと納税意識が低いというふうな判断をしまして、まあ、差し押さえということで、順番立てていくということになります。まあ、実際に物件を抑えて購買ということになりますと、あの時間的な余裕というのも今ない状態がありますので、差し押さえができるものは換金しやすいもの、債権ということで預貯金、それから軍用治療、先ほど少しお話もした給料の部分について、そこら辺の債権について差し押さえをしていくということに手順踏んでやっております。以上です。長浜宗則議員。はい、まあ、最高なライン形での納税をしていただくのが、まあ、いいんですけどね、実施納税にかあの、まあ、つないでいることは大変、いいことですけども、やはりそれもなかなか理解できない方についてはこういうパターンとして、差し押さえで購買にかけるということも、そういう形も再度 そういうの滞納者にですね、訪問しながら、再度そういう、コミュニケーションを取ってやってるかどうかですね、そういう相互のご理解があるかどうかですね、その辺の信頼関係が構築されているかどうかが気になるところですけれども、そういった事例的にはないでしょうかね。全くもう
協賛をして、やっていくと、そういう村民、この滞納者にはないと思うんだけど、そういうケースもありうるかなと気になってますけど、その辺は事例としてないですか。しばらく休憩いたします。再開いたします。小橋川郁美税務課長。はい、購買に至るまでのお話ということで説明をいたしますと、すぐ購買というわけではありません。やっぱり財産ということになりますので、それまでに折衝します。他のもので十分な弁済が受けられるのであればそれで受けますよということで、納税者の方とはそういう折衝をいたします。最後の手段、どうしても何もないという場合に、それは感化価値があるものを私たちは差し押さえをして購買をするわけですから、全く接触なくいきなり購買というふうにはならないです。以上です。長浜宗典議員。今、県下でも23位までポイント上がってきたということですけど、まだまだ、感想報告の中にありますけども、職員のですね、足りなる努力が必要と言っておりますので、それを踏まえてですね、これからやはりそういう村民とのそういう滞納者とより密にコミュニケーションを取っていただいて、やはり自主納税に結ぶような形もね、必要かなと思います。で、今後おそらくいろんな人口と施設が増えてきますので、今後とも自主財源の確保については十分でね、対応いただきたいということであります。以上であります。他に質疑ございますか。議席18番、国吉正和議員。損税について1点だけ、お願いします。対前年度比で、本決算を比較しますと、収入済みにおいて1億3300万余りの増、それから収入未済額で3200万余りの増ということで、減額ですね、それから負の欠損で600万余りの減額というふうにして、徴収率も 94.9% と、で先ほどの今質疑で、県平均は 96.2% と、常々、本会議場でその県レベルという議論があったわけですけど、そういう中においてですね、今当局として県レベルまで、先ほどの答弁でも年々他の市町村も徴収率が向上していて、県レベルが上がってきているという答弁もございましたけど、過去においてもですね、今会計管理者が担当の時にもですね、いつ頃になったら県レベルまで到達するかというふうな私はお話をずっと金がねしてきてるんですけど、一つ皆さんの努力目標という意味でですね、この県レベルまで持ってくるというのがどれぐらいの年数で考えていらっしゃるか。小橋川郁美税務課長。はい、徴収率で目標を持つというのはとても大切だと思います。ただ他の市町村とは税員の構成員の割合が違いますので、一律徴収率でお話をするのもどうかなという部分はあるんですけれども、町村平均の徴収率に向けて平成30年度までに達成ということで目標を設定して、この 3,4 年取り組みをしてきています。市町村平均にいつ届くかというのは即答できません。申し訳ありません。国吉正和議員。とりあえずの目標値が平成30年ということで、何もそれで現実を取ろうというつもりはございません。あえてそういう話をさせていただくものもですね、過去においても全農保証金の廃止の条例が出されたときにも、議会の方から、徴収率の低下の懸念が出されました。そしてまた特別委員会の報告書の中においても、徴税に対する過酷という表現で、私もその今イメージが生み出せないんですけど、私的にはあまり過酷な取り立てをするなというのが特別委員会でも報告書が出されているような経緯があるんです。そういう経緯の中においてですね、税務当局は年々右肩上がりで徴収率を上げております。もちろんそれは税額が増えるということは社会的要因もあるかもしれませんけど、その徴収率においてですね、当局がいろんな
このここの、まあ、先ほど 2% というお話がございましたけど、1万7000人余りの納税者からの 2% とすると340人ぐらいの皆さんになるかと思うんですけど、私的にはですね、村税の徴収率というのはいわゆる村民のですね、いろんな手数料、使用料、いわゆる納付すべきお金に対してですね、すべて根本を村税の徴収率を私は捉えるべきじゃないかなと考えているわけです。村税の徴収率がなかなか進まないとですね、村民の感覚において、私人間はですね、基本的に対面や平行、払い目や後からというのが普通のものの考え方かなという感覚があるかと思ってるんですよ。村税のですね、その徴収率というのがおろそかになってくると、その他のいろんないわゆる国保にしろ使用料、手数料、すべてに私は影響が及ぼすかなというふうに考えているわけです。ぜひともですね、先ほどの、まあ、目標値の30というのがありましたけど、いわゆる先ほどからずっとあります村民が義務として納付すべき税金でございますので、それに対するですね、私は担当課長としてさらなる、まあ、先ほどの目標値を現実取るつもりはございませんけど、そういう今私の議論を聞いてどのように感じたか再度答弁を求めます。小橋愛組税務課長。はい、地方税の本質というお話、先ほど私いたしました。広く薄く皆さんにご負担いただいて、まあ、財政に当てていくという部分で、今議員からお話になりました使用料、手数料に関しても同じような観点からいくんだよというふうに考えますと、税金についてももちろん 100% の徴収を目指していくべきというふうに考えております。以上です。他に質疑ございますか。次に歳出について質疑を行います。歳出についての質疑は1巻から始め、随時巻ごとに質疑を行います。まず1巻議会費および2巻総務費について質疑を行います。議席5番山城正規議員。まず55ページの方で議会広報事業のことについてであります。村長の成果の5ページの方で議会のインターネット中継を成果として出されています。これはそうだと思うし、大変貴重だし、村民からも大変喜ばれています。おそらく今日も中継しているかなというふうに思うんですが、これがこの事業の中で決算書にはちょっと見えないんだけれども、このインターネット中継はどの項目に入っているんでしょうか。しばらく休憩いたします。再開いたします。与那覇美佐総務部長。はい、ちょっと事務局の方から今確認取れましたので、ここで申し上げているインターネット中継については費用は出ておりません。で、今155万あるのは、議会代理の部分ですね。この部分だけということでございます。山城正規議員。はい、わかりました。じゃあ、まあ他の総務の仕事の中で議会もそこに組み込まれているというふうに理解をしたいと思います。次、67ページ2巻の方ですね。67ページの読谷祭り運営事業真ん中あたり、その中に05にピースコンサート運営補助金が読谷祭り運営事業の中に組み込まれています。このピースコンサートについてはもう 2,3 年になるというふうに思うんですけれども、それは祭りではなくて、祭りの一環ではなくて、別の形で世界的にこの発信をしていくコンサートなんだというふうに説明を受けたというふうに私は思っているんです。で、こういうふうな形になると読谷祭りのこれは一環だなというような形になります。で、ピースコンサートの運営についてはいろいろ歳入も別途にあるようで、特に寄付なども集めてこれはやるんだというようなことでありました。で、読谷祭りも結局土日2日で、その前にピースコンサートは
別個にやるんだというような説明を受けていたと思うんですけれども、こういう決算のやり方になると、これは読谷祭りの一環というふうになると思うんですけれども、ここら辺の説明ですね、お願いします。荒垣和夫企画政策課長。はい、この辺はですね、ちょっと記憶をたどりながら、議員さんとも少し、確認はしていきたいんですが、今議員さんがおっしゃる、内容につきましてはですね、今年3月の、平成29年度の、予算編成のですね、説明の中で、そのような説明をさせていただいたと思っております。今回のこの決算につきましては28年度の決算でございまして、28年度につきましてはですね、このような形で読谷祭りの中で説明をしていったものだと記憶しております。29年度からはですね、この読谷祭りから切り離して考える方向でっていうようなお話はさせていただきましたが、現在このピースコンサート独自で行うかどうかも含めてですね、再度調整をしているところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。繰り返しになりますが、この決算の段階につきましてはですね、読谷祭りの中でこのピースコンサートを実施していくというような説明をしていったものだと対しております。山城正規議員。はい、その辺は私も定かじゃないんですけれども、後で会議録でもね、めくってみれば分かるかなと思うんですけど、コンサートそのものはやっぱりそれぞれのその意義があってね、これは大にやっていいというのを思うわけですよね。ただ祭りと祭りのあり方としてそうであるならばね、もう祭りを三日制にするんだというふうにやれば、それはそれとしてまた分かるわけですよ。そこら辺は曖昧にしてこう決算の中で潜り込んでいるような形だったのまずいだろうということですが、平成28年度のことについては私も定かではないですけれども、今課長がおっしゃった説明を受けておきたいというふうに思います。でその下の方、コミュニティバスの運営事業です。ここで、費用のその2392万円コミュニティバスのこの運営費用として2392万円余りをこう計上しているということです。これは前年度が予算が2432万円でしたから、それを下回っているというようなことではありますが、しかし収入の方が、収入の方にもありますけれども、まだ200万台だというようなことでね、アンバランスの状態は抜けきってないなというようなことです。で皆さんはせめて燃料代ぐらいはこの収入を出したいというふうに言っていますが、今回のこのバスの費用がね、事業費が減額になったということはどういうことであるのか、そして、コースを変えたりして苦労したというような工夫したというようなことと合わせて考えてみると、この運営事業というものについてどう考えているのかお伺いします。古源守総務課長。はい、コミュニティバスは村民が公共交通がないところをカバーするということで、交通弱者を救うということで始めております。で実際に使用料は、毎年、そんなに大きく上がっているわけではないんですけれども、利用者が、時間帯であるとかコースであるとか、利用しやすいような改善はしてきております。事業費が下がったりしているということは、燃料費の単価の問題も あるんですけれども、コースとしては例年と同じコースの、延長だったり、します。これからもですね、利用者が、気軽に利用できるように、もう少し工夫できるところは、努めていきたいと思います。山城正規議員。
議長、進みます。79ページの真ん中から上の方に、総合計画の進行管理事業というのがあります。まあ、読谷村の総合計画を作っていくということでございました。でそれについての委託料、総合計画基本構想委託料、これが当初691万円計上しておりましたが、実績として375万円になっているわけです。でかなりの減額だなと、何かの方針転換があったのかなというふうに、まあ、私は思うわけですけれども、まあ、議論の中ではこの総合計画の作り方についてもいろいろ議論を交わされているわけだから、ここの減額についてのご説明を求めます。荒垣和夫企画政策課長。はい、お答えいたします。まあ予算の中では、議員おっしゃる、数字でありましたが、まあ仕様書を作る段階でですね、まあいろいろ、まあ、精査をしましてですね、そして結果的に、まあ、入札によって、その、額でですね、決定しております。で、その、まあ平成28年度に行ったこの委託っていうのが、その総合計画の基礎調査ということで、主には6項目、1点目が第4次総合計画の検証と分析、そして現況の把握、まあ社会動向の分析を含め、そしてまあグループインタビュー、村内の各種団体、17団体へのグループインタビュー等々、すべて6項目を、まあ、基礎調査という形で、やってございます。これを、今年度平成29年度の本調査にの基礎資料として、生かしていきたいということでございます。まあ、議員のご質問からすると、その、まあ、若干の仕様の変更と、そして、入札による、結果この金額になったということでご理解いただきたいと思います。山城正規議員。議長、分かりました。進みます。81ページの上から3行目、ふるさとづくり寄付金代行業務委託料、この委託料が当初予算554万円、決算で1300万余りになっています。まあ、先ほどの寄付金が約3倍になっていて、事業も膨らんだだろうと。いうふうに思います。どうも思いますけれども、まあ、この金額になっているというようなことは、結局は、まあ、量が増えたということであるのか、あるいはさらに、まあ、出席にもそのお返しの品などが変わっていったのかね、そこら辺について、この委託料の内訳を教えていただきたいと思います。荒垣和夫企画政策課長。お答えいたします。まあ我々このふるさとづくり給付金の、一つの目安といたしまして、給付者のその読谷村に対する、思いをですね、具現化するための給付ということで、まあ、最低でもその 50% は給付として、残るような形にしたいと。ということで、まず一つの目安を考えております。で、まあ、当初から読谷村としては、給付金額の最大3割までを、返礼品に充てるという、そういった、ラインを設けまして、で残りの、20% 相当が、その、代行のこの委託料に当たったり、あと、その、前のページ、役務費の中に代理納付手数料とかですね、ポータルサイト掲載手数料、こういったものに、それぞれ 1% 相当が当たっております。従いまして、このふるさとづくり給付金の代行業務委託料1300万余りの数字の中にはですね、返礼品が、
この額に対しまして、ちょっとお待ちください。約900万程度含まれてございます。で残り400万円程度がですね、その代行の委託料になってございます。以上です。他に質疑ございますか。議席13番上地栄議員。1点だけお願いします。ページ85ページです。この中で、公金収納システム委託料でありますけれども、これは予算を作る段階では備品購入費として972万円を計上していたわけだが、途中から委託料に変わっているわけですね。これは決算概要説明の41ページにあるわけですが、その中での説明としては機械購入と整備費を分けて、計上していたわけだが、委託料に切り替えたということで、かなり金額大きい中での目内流用になっているものですから、なぜそうなったのか、その経過について教えていただきたいと思います。荒垣和夫企画政策課長。はい、お答えいたします。今、議員がそのご質問の、平成28年度決算概要の説明書の41ページの方にですね、その予算流用の、理由として一応記載はしてございますが、当初機器の購入と、そういった委託作業を、別立てでですね、予算計上してございましたが、この委託契約をしていく中で、機器の購入とですね、セットで全てまとめて、契約していった方が、損にとって、有利な、有利ということもございまして、コンピューターの世界はその機器とですね、そういったそれを使って、そういったシステムを構築する、そういったものが、分けてやった場合にいろんな面でですね、不利な条件があったりするものですから、こちらにつきましては一括で、委託することが、読谷村にとって有利であると判断したため、この970万円余りの流用ということになってございます。以上です。上地栄議員。これは例えば備品購入という格好になりますと、この備品はいわゆる本村の備品になるわけですよね。それからやっぱり委託という格好になると、この機械そのものはその会社の方のものになっていってして、結果的になんか非常に備品が少なくなるというか、その辺のものがちょっと細かなところで出てくるものですから、こういう形の展開がいいのかなという少し疑問があるわけですが、いかがですか。荒垣和夫企画政策課長。こちらにつきましてはですね、機器 その賃借料とかということではなくて、委託ですので、物自体も本村のものになりますので、しかるべき形で備品登録をしていっているということで、ご理解いただきたいと思います。他に質疑ございますか。議席18番国吉正和議員。79ページのふるさとづくり基金の件でですけど、先ほども出ておりましたけど、まず積立基金として3882万6千円余り、それからそのふるさとづくり推進事業で1461万7千円が支出されているわけですよね。そうすると残りが2420万9千という数字になるわけですけど、ところでこのふるさと納税、ごめんなさい、
ふるさとづくり寄付金制度がですね、できたがために村民が本来村税として納めるべき税金があったはずですけど、村民がふるさと基金に寄付をしたがために村税がどの程度減収になったか把握しておりますか。荒垣和夫企画政策課長。平成28年度につきましては少し手元に資料を持ち合わせてございませんが、平成27年度で申し上げますと、約400万余り、税の方が、控除されているということで理解しております。しばらく休憩いたします。再開いたします。小橋川郁美税務課長。寄付金税額控除に関する調べというものを税務課の方から出しているものがありますので、それでお答えしたいと思います。ふるさと納税の側で集計している金額とは少々ずれが出てきますが、ご了承ください。28年につきましては389万9000円が税額控除となっております。27です、すいません、27年度分です。でこの決算に向けてのお話ですと630万3000円でございます。以上です。国吉正和議員。はい、今税務課の方から約630万がふるさと納税で控除を受けたいわゆる損税の減収分かなというふうに答弁もらっています。そうすると実質の伸びは1800万弱かなという数字を確認させていただきました。以上です。他に質疑ございますか。しばらく休憩いたします。森尾さん、今ちょうど3時なんですが、パッと終わるんであればそのまま継続をした方がきれいがいいと思うんですけど、よろしいですか。継続して、はい、再開いたします。議席6番中曽根森吉議員。2点だけお願いしましょうね。61ページの職員研修の件でございます。これはあまり見たことないんですけれども、昔はですねありましたが、自治大学校に一人派遣されていますよね。これ内容と期間ちょっとお願いできませんか。古源守総務課長。はい、自治大学校での、研修が人材育成特別研修というもので、1人、職員が研修を受けております。中曽根森吉議員。いや、私聞いてるのは機関と、もう少し内容お願いします。これですね、結構、期間まだ今言っておりませんけれども、昔でいう結構長い期間この大学に打ち込んで自治体職員を研修するということなのかですね。で、できましたらこれかなり職員に対して相当投資をしていくことで我々は確認なだったんですが、そういったものなのかね。これちょっと後ででもいいですから全員協議会でもお願いをしたいと思います。それで今後ですね、この制度を活用して職員を研修させる考え方が今後あるのかどうかについて答弁いただきたい。古源守総務課長。はい、失礼しました。ちょっと詳しい内容は後で報告させていただきますが、期間は、11月29日、平成28年の11月29日から
12月2日の4日間ということになります。で、あの研修はですね、毎年あの研修の計画を立てて、いくつかの研修を計画してやっております。で、あの各部それぞれあの希望する職員が希望する研修などを受け付けて、研修は派遣しているということでございます。中曽根森義議員、私がイメージしていた大あの自治大学校というものとは少し違うんでしょうね。まあ、あの後でまたお願いをしたいと思います。最後 の、 あと1件だけ総合計画進行状況なんですが、これは先ほど山城さんから思ったんだけど、あの進捗状況はどこまで来ていますか。荒垣和夫企画政策課長。はい、まあ、28年度の、この基礎調査におきまして、第5次読谷村総合計画策定の、基礎調査報告書が出来上がっております。で、その中には先ほども、若干答弁しましたが、これ、まあ、第4次総合計画の検証と分析から始まり、そして、村内の17団体にグループインタビューを行いました。そして、課題の整理を行うところまでは平成28年度の基礎調査で行っております。現在29年度、まあ、総合計画の、策定業務を進めるにあたって、まあ業務のですね、委託契約に向けて、進めているところでございます。中曽根森義議員、あの私はこれ前回も一般質問で大変重要な第5次基本計画の策定なので、しっかり慎重にやっていただきたいと。もう来年これの事業がスタートしていくわけですね。先ほど説明にあったように、あのいろいろなあの、まあ、委託をしましてね、基本的な調査みたいな形をあのヒアリングしながらやってきて、この結果が委託料になっているはずなんですよ。でも今年はもう9月になっているわけですね。そういったことからすると、もう一つ私は提起したように、これはぜひあの今法律行為上は議会を関与しなくてもいいということになっているんだけど、やはり議決事項としての、 あの課題として、お互い双方でね、向こう10年間の計画なので責任を持てるような形でやっていただきたいと。でもう9月ですから、あの若干時間が迫ってきてるわけですね。そういう形では今進捗状況をこの委託報告書を受けても、今年度も 半分過ぎているわけですから、我々議会の側にもですね、もうこれから具体的に、それを参考にしながらどう審査をしていくのかといったところまで出てこないと、本来はちょっと失敗なんですが、いかがでしょうか。荒垣和夫企画政策課長。あの昨年来、中曽根議員からは、いろいろな、定義も受けております。で、あの、まあ、議会の議決、そういった形で、まあ、議決をしていくような形、または、そういった形で、その第5次総合計画に向けて、鋭意ですね、取り組んでまいりたいと思います。また、その辺につきましては、まあ、その後また進捗に合わせて議会の中でも全協全員協議会等で報告もしながらですね、説明をしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。中曽根森義議員、あのじゃあ今年のもう第5次の骨格的なことは大体整理されてきてるんでしょうか。荒垣和夫企画政策課長。まあ、あのこの第4次までの、 その昨年度まで の、 その基礎調査の中で、ある程度の課題整理は行っておりますが、まあ、骨格についてもですね、今現在、進めているところでございますので、まだ報告できるような内容ではございませんが、その辺ができ次第ですね、早めにまた、報告もしていきたいと考えております。
中曽根森吉議員。村長、これね、ぜひね、時間少なくなっておりますので、今回の今質疑は28年度の決算の審査の質疑なんですけれども、実際にはもうすでに骨格ができていないと審査する側も時間が少なくなっているんですよ。そういう意味でぜひ答弁いただきたいのは、議会も一緒に考えていらっしゃるかどうか、最後にお願いします。石峰伝日村長。はい、スピーディーにですね、いい努力していって議会とも議論したいと思っています。他に質疑ございますか。しばらく休憩をいたします。